はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして演歌交響曲第1番の解説を始めていきたいと思います。今日は第1楽章2回目練習番号9番から練習番号17番手前までを解説していきます。練習番号9番から4分の6拍子になりますが、普天2分音符イコール2分音符になりますので、前の2拍子と同じというふうに考えていただきたいと思います。最初のボーイングですが、ボイティシモで始まりますので、最初の2小節間は全てダウンで弾くようにしてください。次の小節はアップから入っての指順とします。でポジションなんですけれども、最初のフィスとゲを1、2とまとめて取って、で B と S を第3、第4の中間ポジションを使って4、4とまとめて取っていただきたいと思います。もう一度弾きますと、このような形となります。でその後のボーイングもアップから入って指順とします。ここはもうポジションはハーフポジションでまとめて取るようにしてください。練習番号10番5小節目のボーイングなんですけれども、最初フォルテから始まりますが、真ん中にアクセントがついていますので、最初のツェはアップから入って弓順で弾いていただきたいと思います。で最後のピアニッシモがアップで終わりますので、ピアニッシモで弓先で終われるようにアップから入っての弓順で弾くことをお勧めしたいと思います。練習番号11番のピッチカートのポジションはもうお好みで取っていただいて構いません。ハーと F を今のように1、2と取っていただいても構いませんし、あるいはハーフポジションで2、4と取っていただいても構いません。で途中に出てくる D はもう全て開口を使っていただいて構いません。12番5小節前のオクターブ上がった D なんですけれども、このポジションは1でも2でも4、どの指を使っていただいても構いません。練習番号13番からのボーイングなんですけれども、最初ダウンで入るかアップで入るか非常に迷いますが、8小節目を見ますとフォルテになっています。でこのゲーのフォルテをダウンで入りたいためにそこから逆算しますと、アップから入っての弓順をお勧めしたいと思います。最初からいきますと、最後のスラムをダウンで終わることができます。で最後のピッチカートは GF ともにハーフポジションでまとめて取るようにしてください。4分の6拍子になりました練習番号14番、でベースは5小節目から入ります。でここのボーイングも真ん中にアクセントがついていますので、ここもアップから入っても指順で弾いていただきたいと思います。最初からいきますと、ここまでよろしいでしょうか。でフォルテになりました次の小節もアップから入っての弓順となりまして、最後の芸をアップで弾いていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、この芸はアップで終わっていただいて構いません。小節番号158小節目はアスとデにアクセントがついていますので、ここをダウンで弾くためにアーフタクトをアップから入っていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、ここまで弓順で弾いた後最後のセーアーはアップアップと弾いていただきたいと思います。少し紛らわしいボイングになるんですけれども、次の小節の D がソルさんが出てきますので、ここをダウンで弾くためにこのようなボイングを取っていただきたいと思います。で159小節目を聞きますと、最初はオクターブの D になっていますので、ここは4弦と5弦で上下を分かれていただきたいと思います。4弦の場合で弾きますと、ハーから第1ポジションでこのオクターブのハーとまとめて取っていただきたいと思います。練習番号15番5小節前アーフタクトはポジションを説明していきます。最初のアスはハーフポジションで、アスをハーフポジションで取ると全てまとめて取ることができますし、あるいは冷戦からスタートしたいのであれば第2第3の中間ポジションで D までをまとめて取ります。で F を1で D をと R を解放で取っている間に最後も F をハーフポジションに戻して取る形になります。両方のパターンをゆっくり聞きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。2分の2拍子に戻りました15番4小節前のポジションですが、ここも4弦と5弦で上下を分かれていただきたいと思います。で真ん中の D は下手にアーセンで押さえて取ろうとするとポジション移動がきつくなっていってしまいますので、ここはもう開放を使うようにしてください。5弦の場合でいきますと、特に5弦の方はオクターブ下の D から2オクターブまたぎますので、ここはもう真ん中の D は開放を使うようにしてください。15番2小節前のポジションなんですけれども、最初の F はアーセンを使います。で第5ポジションを使って F を1で、ハーを D 線で2で取りました。でここからギスを第6第7の中間ポジションで3で取っていただきたいと思います。ゆっくりしますと、指番号は1、2、3となります。このように取っていただきたいと思います。
続いて練習番号15番、まずポジションですが、最初 F、ハーが出てきます。2小節前と同じ形で F、ハーが出てきますが、ここはもう無理に第1ポジションからスタートする必要はありませんので、もう第1ポジションでまとめて取っていただきたいと思います。ボーイングはスポーツスタンドがハーについていますので、アップダウンと弾いていただきたいと思います。大間によろしいでしょうか。で、次の小節もアップから入ってくるリム順で弾いて、F、ハーもアップダウン、アップダウンと弾いていただきたいと思います。16番、4小節前はポジションを説明していきます。ここは2つのパターンを説明しまして、まず1つは、正を第2ポジションで読んで取った後、ピースまでをまとめて取ります。で、ゲーを開放で取って、そこからゲー線1本で登っていく形になります。で、正を1、4と取って、で、S を第3、第4中間ポジションで2、4と取る形になります。ゆっくり弾きますと、これが一つ目のパターンになります。で、二つ目は最初の杖を2で取った後 B までを D 線1本で取ります。で、A と B を第3第4の中間ポジションで 2,4 と取った後 C から D 線に移って指番号で 1,2,4 と取る形になります。最後の D と S は先ほどと共通して第3第4の中間ポジションで 2,4 と取ります。ゆっくり弾きますと、これが2つ目のパターンとなります。もう一度両方弾きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。16番3小節前のボーイングですが、ここは2つのパターンを説明します。まず1つはストレートにダウンから入っている弓順で弾く方法、これが1つ目のパターンになります。で、2つ目は16番2小節前がアップから入っている逆弓になりますので、これが好きになれないともなれば、ダウン、アップ、アップと弾いて1小節前もダウン、アップ、アップと弾く方法があります。このどちらかを選択していただきたいと思います。16番からはポジションを説明していきます。最初のアスは第2第3中間ポジションを使ってフィスもまでまとめて取ります。で、次の小節のディスでもアーセンで 4,2 と取ると、ここまでまとめて取ることができます。で、最後はハーポジションでハー、ベー、ゲーを 2,1,4 と取る形になります。もう一度聞きますと、このようなポジションとなります。続いて16番4小節目からもポジションを説明していきます。最初の F は第5ポジションで4で取ります。で、 D から第3第4の中間ポジションで D を2、でチスを1とまとめて取ります。で、次は Dsになりますが、チスと同じ音になりますので、同じく1で取ります。で、 D からもポジションは変えずに D 線に移って、次の小節の頭の R までを 4,2,4,2 とまとめて取ります。で、フィスから第2ポジションに移ってエイスとまとめて取っていただきたいと思います。その後の F はエイスと同じ音になりますので、同じく1で、 D は R 線に移って 4,2,4 とまとめて取っていただきたいと思います。で、その次の小節のですまでをまとめて取って、で、ここから第3第4の中間ポジションに戻って B、R、B をここを 4,2,4,2 とまとめて取って、最後また第2ポジションに戻って、あとは D 線1本で取りますので、最後の手は開放を使っていただきたいと思います。もう一度最初からゆっくり弾きますと、このようなポジションとなります。はい、今日はここまでとさせていただきます。表紙なんですけれども、練習番号9番から4分の6拍子に変わりまして、その後2分の2拍子、4分の6拍子と変化しますが、指は2拍子で振っていることには変わりありませんので、2拍子のテンポ感は忘れないように練習していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。